上川町の星野光利町長は県が主体となって町内に新しい産業団地を整備することを求める要望書をきょう福田富和知事に提出しました県庁を訪れた星野町長は福田知事に要望書を手渡しこれ以降は報道関係者に非公開で行われました 町が新しい産業団地の整備を検討しているのは高速道路の北関東自動車道の宇都宮上三川インターチェンジと新国道4号が結設する場所のすぐ南にあるおよそ35.9ヘクタールの敷地です交通の利便性が高い町にはこの3年間で工場の建設や拡大の問い合わせがおよそ100社からありましたが 町内に5カ所ある産業団地は46社にすべて分譲済みで新たな受け皿の整備が課題となっていました一方で財政状況や対応する人材のことを考えると町が独自に整備を進めるのは困難な状況にありその整備を県に要望するものです県はこれを受け 候補地が他の地域と比べて優位性があるかや、規模が適正かなどを検討するとということです道路交通で考えれば、栃木県内でも交通の要衝と言われる場所だというふうに思います、産業団地としての,そのポテンシャルていうのは非常に高い場所だと思いますので、ぜひ県にですね、そのようなところをお願いして、整備を進めていただきたい。地域経済の振興発展には 欠かせないというふうに考えてますしつきましてはその可能性の調査を町内で速やかに検討し結論を出してまいりたい。